オスオラホモ新宿2丁目最強のバルク花瀬です。はい、今日はですね、東京都パワーリフティング大会にやってきました。この大会はですね、僕3回目なんですけど、まあ、去年はコロナのせいでね中止になってしまったんですけど、一昨年と3年前僕出てます。で、今年も出てみようということで、はい、今日は参加します。今僕減量中で、さっき減量があって95キロ6キロぐらいで、階級は105キロ級に出ます。会場のね雰囲気を楽しんで、まあ、精一杯試技ができればなというところなんですけど、まあ、目標はベンチが140、スクワットが260で、デッドが270キロかな。前回のマッスルゲート2月の13日にあったんですけど、その時と比べると体重はもう7、8キロぐらい落ちてます。なんで相当なパワーダウンしてると思うんですけど、今日は楽しめたなと思います。今日はいつものねシングレットじゃなくて、減量してる時用の赤のシングレット、これ2回目ですね。一昨年93キロ級で出場したんですけど、この大会その時来ました。もうパチパチでやばいっす。もうすごい食い込んじゃってるんだけど、まあ、今日はこれで久々にね出ようと思います。今日ねアクシデントがあったんだよね。そうですね、僕午後の部なんですよ。午後の部で減量が14時半で試技開始が16時半なんですけど、僕ね普通に勘違いしちゃって、午前の部のね時間に来ちゃって8時半に入っちゃいました。会場ですね。減量まで6時間待ってっていう感じかな。僕はいいんだけど細井くんですよ。細井くんごめん、ほんと今日巻き込んで。いやいや、とんでもないです。せっかくね今日来てもらったのに、俺が泣きそうだわとか言ってツイッターつぶれたら、泣きそうなの僕の方ですみたいなね。もうぶん殴ろうかと思いました。いや嘘ですけど、今日は頑張ってください。そうだね、はい、まあ気持ちのね作り方っていうのは僕もすぐ切り替えられるんで、早速スクワットですね、アップからやっていこうかと思います。ちなみに僕は今日オープン参加なんですよ。オープン参加なんで順位はつきません。なんか記録書みたいなやつをもらって終わりですね。はい、じゃあ今日は頑張っていきましょう。はい、ということで、スクワットの解説していこうと思うんですけど、どうでもいいと思われてるのか、早送りされちゃってますね。はい、まあぶっちゃけアップなんてどうでもいいですよ。どうでもいいっていうか解説もクソもないじゃないですか。まあ、とりあえず減量中なんで重いですね。はい、あと、野外で行ってるんですよね。ほぼ野外です。風通しのいい場所でウォーミングアップをしました。まあ会場とは別の場所に設置され、そのスペースが設けられてたんですけど、まあ、密にならないために。でも会場がこんだけ人が集まってるんだから、別に会場でやってもいいんじゃないかって思ったんですけどね。わざわざ、アップするところを外にしなくてもいいんじゃないかなってちょっと思っちゃったりしました。はい、で第一試技220キロです。なんと220キロ。いやー随分とね落ちましたよね、重量。僕2月の13日にマッスルゲートっていう、まあ、パワーリフティングイベント出たんですけど、その時の第一試技260キロです。なんと40キロもダウンしてます。はい、いやーでも重いんですよ。うん、マッスルゲートの時と比べると何キロぐらい落ちたのかな、8キロぐらい落ちました。はい、この日減量がですね96キロ切るぐらいだったんで、まあ、マックス体重の時と比べるとマイナス15キロぐらいですね。なんで、相当細くなりましたよね。まあ、93キロ級ですね、ほぼ105キロ級で出てはいるけど、ほぼ93キロ級みたいな、体つきですね。で、しゃがみが浅いとね、第一試技言われてしまったんで、もっと深くしゃがめるようにね、今度ベルトを巻きました。はい、まあ、自分の調子を確かめるためにベルトなしで最初挑んだんですけど、やっぱり重かったですね。で第2試技もうちょっと深くしゃがめるようにと思ってベルト巻いたんだけど、まあ、ギリギリ2-1で、白旗いただきました。はい、でね、まあ、こんなこと言うのもあれなんですけど、この日の審判の方々ね、ちょっと厳しい印象があったな。でもマッスルゲートが甘かったのかも分かんないけど、もしくは神奈川大会の審査が、まあ、日によったり好みがあったり分かんないですけど、なんかね審判員の方々の判断がすごく厳しめなような感じがしました。はい、でもそんなこと言わせないぐらいね、文句ないぐらいしゃがめばいい話なんですけど、うん、これ240キロです。240キロは僕がパワーリフティングの大会初めて出た時のスクワットの第3試技の重量ですね。はい、うん、このね深さねいけたと思ったんですけど、なんか失敗でした。はい、この後ねツイッター内で、このスクワットの深さに対することを結構みんな言っててですね、なんかまあフォームに関することだったりみんな結構議論し合ってましたね。うん、
これは白じゃないかとか、このフォームでこうだとこうだとね、なんか話題作れた感じがして嬉しかったです。はい、と言ってる間にベンチのアップが終わってしまったんですけど、まあ、ベンチのアップ、なんかアップっていうよりかはパンプアップですよね。はい、だってもう力出ねえんだもん。うん、でも、ね、筋肉も張る感じがないんで、ちょっと体温めようと思って最初50キロで50レップ30レップぐらいやりました。はい、でこれ125キロなんですよ。第一試技予定では130キロ予定だったんですけど、120キロのねアップした時点でめちゃくちゃ重くて、あ、これもう130上がんねえわと思ったんで、重量変更で125キロに落としました、直前でね。はい、でも失敗しました。はい、うん、でこれ第二試技、まあスクワットでもそうだったんですけど、3回失敗だけは避けたいんですよ。だから何としても上げなきゃいけない。うん、本当に背水の陣でしたね。おい、なんかメール来たし、せっかく解説してるのに。はい、でもうブレスケアとか、なんだろう、アンモニアとかも吸いまくって脳を覚醒させました。はい、そしたら成功したのかな。うん、もう覚醒させまくりました。はい、もうめちゃくちゃ吸って、なんか僕のこと知ってくれてる人がブレスケア食いますかって言うんで、強烈なやつ、あ、欲しいですって言ってブレスケアめちゃくちゃ食って、アンモニアめちゃくちゃ吸ったら力が湧きました。はい、で130キロですね、この時点で、もう僕も頭は覚醒したけど、もうフラフラで疲れてたんですよ。もう食事なんてずっとローカーボのままでいたんで、差し入れでね、いただいたゼリー飲料ちょっと1個飲んで、頑張りました。はい、そしたら力が湧きましたね。でこれが成功で、なんとかベンチ130キロです。はい、はい、とうとう来ました、デッドリフトのお時間です。ですけど僕もこの頃はですね、早くデッドしたいっていうよりかは、もう早く帰りたいって感じでした。もうね、会場に到着してから12、3時間後ぐらいに、今デッドやってる感じなんですよね。もうすでに気力は尽きて、もう集中力がもう散漫でしたね。うん、こう言っちゃ悪いけどね。だけど、まあ、本当にこれ会場来る時間ミスったのはもう僕の責任なんで、細井くんとかね、もう巻き添えしちゃったんだけど、マジでごめん、本当に。もうアンモニア任せですよね。うん、さっき飲んだゼリー飲料のおかげで、なんとか体は動くんですけど、集中力がもう出ないもんで、もう本当にアンモニアをね、吸引するしかなかった。だけどね、ほとんどアンモニア、効果なかったですね。もう効かない。うん。ということで、デッドリフト第一試技240キロなんですけど、まずね、素手でね、デッドリフトをやること自体がもう超久々なんですよ。何年ぶり？前回素手でのデッドリフトやったのが、2019年の11月の神奈川県パワーリフティング大会以来なんで、1年半ぶりぐらいですね。で、アップの時ですら僕パワーグリップしてたんで、本当にこの時になって初めて粉のチョークを手にかけて素手でバーベル握ったって感じですかね。はい、240キロ、まあ軽くもなく重くもなくよくわかんない感じだったんで、260キロにとりあえず上げてみました。はい、何がすごいかってのは、第一試技とフォームが全然違うっていうことですね。せーのって第一試技引いたんですけど、第二試技はコロコロスタイル、はい、コロコロスタイルで、260キロ成功させましたと。で、第三試技、これデッドリフト275キロなんですけど、275キロが、東京都記録らしい。タイね。この重量が東京都記録らしいです。うん、まあ結果をね、先に言っちゃうと、まあ、引き切ることはできたけど、成功はもらえなかったんですよね。はい、まあ、成功させてたら、東京都記録タイということで、僕のこの次のね、試技者に、栗原さんって方がいらしたんですけど、その方が 275.5 キロ引いてたんで、それが東京都記録になりました。はい。で、ここで粘るんですよね。唾出しちゃってごめんなさい、本当に気づかなかった。もう無我夢中すぎて、もう唾飛んじゃってましたね。はい、まあ、こんな感じかな。まあ、最後転んじゃったけど、最後かっこよかったんで僕はもう大満足です。お疲れ様。これ、はい、ということでお疲れ様でした。結果をまず言うと、まあ、僕はオープン参加なんで順位はつかないです。スクワットが220。嘘、220？
240ダメでしたよ。ああ、そうか。220で。ベンチが130。で、デッドが260。まあ、トータルで言えば多分全然、ね、僕のベスト記録とは程遠いんだけど、ガス欠だよね。12時間いるもんね。減量はあんま言い訳したくないけど、まあ、どうしてもパワーは出ないです。で、どうしてもガス欠になっても、ぼーっとして力が出なかったんで、ゼリー飲料飲んで最後乗り切りました。で、275キロ、最後ね、デッドリフト挑戦して、引き切れるかどうか、もしくはもう引けないかっていうギリギリのところでね、ちょっと重量申請したんですけど、まあうまくいって、結局失敗だったんだけど、275キロ、まあ僕の中ではまああれ成功です。一応ね、275キロは東京都記録らしい。だけど、まあ、タイ記録。だけど僕の後に行った栗原さんって方が 275.5kg を成功させたんで、あれが東京都記録だそうです。ベンチとかあんだけへばって120キロぐらいでもへばってたのに、デッドだけ巻き返して東京都記録に挑戦みたいなね、まあなんとも僕らしい今日結果だったのかなと。で、減量中で、まあマックス体重からね、15キロぐらい落ちて、何時まあいいですね、めっちゃもうパワー出ない。後ろも向いておきます、一応どう、まあいいですね。まあ、こんな感じ。今朝の減量で95、6キロだったんで、まあ、とりあえずもう5キロ落とすように頑張ります。はい。今日はね、記録を狙おうなんてとても思ってなくて、まあ楽しめて、まあ、全力を尽くすことに意義があるんじゃないかなということで、まあ減量中でしたけど、まあ東京都パワーリフティング大会挑戦ということで今日はお送りしました。細井くんもありがとうね。いえいえ、全然大丈夫。俺が時間間違えたせいで、もう。巻き添え食らっちゃったけど。13時間ですね、今9時。はい、いや、もう疲れました。眠いです。もう俺も今日ジム行く迷ってたけど、やっぱ行くかな。じゃあジム行くってやつですね。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ準備